おお、なんか起きた感じですね。そうなんです。目覚めたみたいな。テールランプもそうなんですよ。テールランプもちょっと一回、もう一回消します、はい。ヘッドライト、テールライトのデザインが。あ、そうなんです。デザイン。はい。あの、ナビゲーションのモニター上で操作ができます。ああ。はい。おお、なんか動きましたよ。あ、そうです。後ろに下がるようになります。シートベルトをすると前に動く。ああ。はい。うわ、すごい。一応あの、ここのスイッチで、はい、あの前後スライドですとか、あ、背もたれ、はい、で高さ。調節ができます。あ、はい。一旦お示して私助手席回ります。はい。はい、お示しますね。面白い。こんな大きいですね。そうなんですよ。でエンジンをかけていただく際は、はい、ブレーキを踏んだ状態で、はい、これをひねっていただくとエンジンかかります。おお、楽しい。あ、これで行くわけですね。そうなんですよ。馬なのか、はい、トラックなのか、何が走ってるのかここに表示されるんですよ。あーはーはーはー。で、右後ろから車来た場合には、あの同じくここに出てきます、ね。で、ナビゲーションは、こういう感じです。はいはい、結構大きい、おーおー、はい、ナビゲーションですね。これあれですか？はい。あの、ま前のミニやったらこれ、はい、宇宙になったんですなるのかな、ね、なりますね。ここは一緒なんだ。なります、はい、そうですね。あ、はい、もうこんなどうせ充電っていう話です。使わない機能です。あ、そうですね。あ、戻しましょう。あ、戻し、はい、あ、これは残してくれてたんですね。残ってましたね。こんな感じで、はい、あとは、はい、エアコンの操作も全部ここになる。あ、はい、で今度からシートヒーターが標準装備なんですけども、あのステアリングヒーターも標準装備になります。 あったかい、確かに。うわ、はい、これ気持ちいい。でエアコンの温度調節はここでできますので、はい、こう触っていただくとですね。あ、はい、あとはここの画面にすると今自分の車がどうなってるのか、はい、外から見た時にどうなってるのか分かるので、うん、はい、一回かけるとおお、こういう感じ、ね、はい、で、あ、ちゃんと動いてますよっていう。そうなんです。テールもこんな感じ。なるほど。今ブレーキ踏まれてるのでついてるんですけど、はい、ああそうか、そうか。ブレーキ、あ、今ヒルホールドが入ってるので、これで多分そうですね、今ブレーキに入ってるんですけども、はい、ブレーキ踏むとこういう感じで踏むと多分、はい、つきました。はいはいはい、はい。で、本当だ。今あのブレーキ踏んだらサイドブレーキ解除されたんですけど、何かというと、はい、この車あのブレーキホールド機能がついているので、はい、信号待ちで一旦停止したら足離していただいても大丈夫です。はい、おお、それ楽ですね、はい。ブレーキキープしてくれます。はい、はいはいはい。それもついてます。あとここのボタンを押していただくと、はい、車が360度見ていただくことができるので、はい、この 3D にしていただければ、はい、こういう感じ。自分の車の周りに。なんでなんでですか。すごい。前横後ろ4つのカメラを個別にあの制御して、うん、あのあたかもこう違うとこから見たような、はい、風にできるんですね。でただこれあのドア開けちゃうとあのうまく読み取れなくなるので、ドア開けるとこういう感じです。ああ、なるほど。はい、やば、なので、あとはこれでご準備よろしければ、はい、あの出発していただけたらと思いますね。はい。はい、どれだ。これの、こういう感じ。うわー、来てる。これはめっちゃ気持ちいい。これが、これと、はい、4種類選べます。まあ、電動シート、まあ、シート全体と、電動シートとシートマッサージャーと、ハーマンカードンのオーディオ。あ、これ、はい、わいなと、インテリアカメラですね。ああ、はい、はい、セットで15万円プラスで、あ、これはでも絶対入れるべきですね。そうなんですよ。なので結構気持ちいい、めちゃくちゃ皆さん、ああ、ありがとうございます。これ疲れる方多いですね。うーん、なので
まあ、この塩が一番売れる、こういうイメージですね。あ、はい、駐車しようかなっていう時に、あ、そうですね、こっちに、はい、でまずやっていただくのがこの P のボタンを押すんですね、はい、これを押すとまず駐車場を止められる場所を感知してくれます。おー、はい、あとはノロノロ前進していくと、はい、止められる場所があった時にここに表示してくれるんです、ね、はい、今出てきました。交代して駐車。おーおー、でこれを押すと、はい、ここに入れますよって出てきます。え、後ろじゃなくて、あ、そうです、ここに、あ、バックです、ね、後ろのここに入れますよ、ここにピーって出てるので、あ、はい、であとはブレーキを私離します。はい、そうすると動いてるけど、はい、え、まあまあなスピードっすね。そうです、もう今全部私速っ、思ってたより全然アクセルブレーキ何も踏んでないです。確かにこれ、すぐ入れようとしてますね。うまっ、もう一回多分やります。どんどん勝手に入るんですよ、はいはいはい、おお。あ、思ったより早い、はい、すごっでこれで完了です、ね、はいはい、こんな感じです。いやー、これはもっとほんまのど真ん中に止めてるってことですね。ちゃんと入ってますね。でこういったのもできますし、はい、あとはあの先ほどのあの、リバースアシストですね、はい、例えばこう走ってました、はい、でちょっとこう狭い道走ってて、はい、あ、前から車来ちゃったなっていう時に、はい、こう交代アシストですね、はい、今ちょっと結構グネグネ走ったんですけど、はい、交代アシストっていうのをやると、はい、でこれでハンドルから手を離して交代してください、はい、でこれは自分でギアバック入れます、はい、でアクセルブレーキは自分で踏む感じなので、はい、これで今ブレーキ離します、はいはい、そうすると元来た道を戻るんですよ。おー、はい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 、はい、で多分さっき駐車場から出てきたんで、はい、駐車場に止まるってことですか。多分入れてくれると思います。怖いけど信じていいのか。おー、ちょっとあれですね、ちょっと右ですね。そうですね、これはちょっと右ですね。お、これは修正するのかな。あ、多分これは今私がブレーキ踏んでるの修正しないですね。あー、まあ、あくまでもこれはあのバックするだけの機能なの。ああ、なるほど。さっきの自動駐車だったらカメラを全部見てる。はいはいはい。はい。ああ、なるほどなるほど。はい。それは、そっか。そんな感じ。すごー。はい。もうなので。あ、もうこんなんなんだ。はい。で、あと、はい、あの、ドライブレコーダーも、うん、ついてるので、ドライブレコーダー、すごい機能がたくさんあるんですよ、うん、はい、でこのドライブレコーダーがこんな感じ でこれも、はい、あ、ちょっとこれこの前なんですけど、はい、前も後ろも、はい、右も左も、はい、全部映してくれて、はい、すごい綺麗なんですよ。そうですね、画質が、はい、こんなのもついてます。わかりやすい、すごい、はい、これはもう未来ですね。そうですね、はい、で通信機能がついているので、はい、天気予報とかも、はい、あの見ることができますよ。あ、こんな感じです。あ、じゃあ、はい、ナビももうずっと最新ってことですね。そう、常に最新のナビがこう映ってます。でただちょっとこのナビじゃなくて、うん、携帯電話 あのナビを使いたいよ、はい、あるいは Google マップとか、うんうん、使いたいよという場合は iPhone でしたら Apple CarPlay、うん、Android でしたら Android Auto、はい、両方とも使えるようになりました。で全て無線で使えます。うん、はい、それくらいですかね。まあもう本当にたくさん機能がありすぎて、うん、伝えきれないくらいいろいろと、はい、ただ結構、あともう一つさっきのその機能的なところですと、はい、ここがあのライト関係のショートカットキーになっているので、ショートカット、ここを押すと、はい、そうです、ライト関係の設定ができるんですね。でこの設定走行ライトモードを押していただくと、はい、さっき走ってた時はフロントがこういうライトのつき方で、はい、リアがこういう感じだったんです、はい、でそれをフェイバードにすると、はい、エンジン切らなきゃいけなかったので、そうそう、保安基準の関係でエンジンかけてる時にあのテールライト、ヘッドライト変えちゃうといけないので、はい、ルールか、そうなんですよ。で
こうですね、まあ、こうなってるのがフェイバードにすると上だけ、はい、で後ろはこういう感じです、はい、さっきの学校、はい、でクラシックにするとユニオンジャックになると、でフロントはこう全部つくような感じです、はい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 、でこれをお好きな3種類に切り替えができますよ。なるほど。であとここはあのルームランプ関係なんですけど、はい、ルームランプも全てあのタッチセンサーになったので、センサーをタッチするだけでライトがあのつけたり消したりもできますし、はい、あとは、ここを押すと、はい、これはライト関係 の, あのショートカットキーなんです、うん、なのでこちらを押していただければ、ここに変わる、切り替わって、でここでもライトつけられます、はい、でしかも明るさを調節できます、うんうんうん、はい、全部ライトつけることもできますよ。あ、なので画面は一つしかないんですけども、あの 車内のライト関係のスイッチ、はい、ヘッドライト関係のスイッチ、はい、でカメラ関係、あと自動ブレーキ関係のスイッチと、うん、あのショートカット機はところどころあるので、はい、なので意外と慣れたら、うん、そうそう使いやすい、使いやすいですね、はい、こんな感じ、すごい、はい、でさっきの、 あのファンがここについてるんですね、はいはい、ここがあの風の吹き出し口になってるので、ここであの携帯電話を冷やしてくれる、うんうんうん、はい、ほんまの、で、あとここがあの今こう光ってますよね、 こういう感じ、あ、はい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 、はい、でこれもそのモードの切り替えで、はい、結構変わってくるので、まあ、ちょっと今、うん、まあ、明るいから夜やったら結構明るいですかね、そうなんですよ、うん、でタイムレスにするとちょっと白っぽい感じの LED に今一旦切れました、ね、ここなんです、はい、なのでここら辺ももう多分飽きが来ないですね、うんうんうん、お好きなモードに切り替えができるので、そうですね、はい、これも面白いんですけども、はい、そのものを押せば、はい、あのショートカットになっているので、例えばスピードメーターを押せば全画面スピードメーター、あ、全画面スピードメーターにすることもできますよ、うんうんうん、はい、うん、何でもできちゃいます。そうですね。はい、綺麗し。じゃあこんな感じです。はい、はい、未来ですね。はい、未来だ。そう。これ辺も今回一新されましたね。今まで、はい、ここにライト2つあったのが、うん、あ、電球だったのが今度から LED になりました。お、光り方もちょっとおしゃれな感じ。なるほどなるほど。はい、光になりました。ああ、お前、なんかラグジュアリー感が。はい、そうですね。そっちだけ、うん。あ、こっちもある。こっちもある。はあ。全体的にもう2ランクくらい車がの性能が上がってた、ね、なんかそんな感じですね、はい、あとはオーディオも、オーディオもまあ、まあ、ちょっと音楽流れてないですけど、まあラジオだったとしても結構いい音出ます、あ、音機、いや全然いいっす、12スピーカーありますね、これこの、はい、これやからってことですよね、性能でございます、ハーマーカードの、あー、やっぱ全然違いますわ、はい、そうなんですよ、いいな、そうですね、ぜひ踊り込み